どうも、小沢和弘です。小沢クラブの時間です。今日は通常回ということで何をやりますか。こちらです。ジョジョの奇妙な冒険名台詞クイズ今いや、そうです。令和になって今、ジョジョの奇妙な冒険の名台詞クイズやっぱり今しかない、ね、今しかない。今本当にでも6部がアニメ化されるっていう、うん、タイムリーなニュースも。え、名台詞クイズ。はい、もう簡単です。台詞を今から出すので誰が言ったかを当てていってください。名台詞であるなら覚えてると思う。コマとコマの間の本当の些細な一言出されたらむずいね。あ、じゃないです。もう一つずつ部ごとに行くの関係ない、ランダムです、ね、行ったり来たり、はい、分かった。はい、でまあ初級編からですね。初級編、はい、こちら。こいつはくせえ、ゲロ以下の匂いがプンプンするぜ。どうも、スピードワゴンです。スピードワゴンのセリフ、はい、はい、正解です。まあ、超初級編ですよね。これぐらいからいこう。これぐらいからいこう。まあ、初級編です。中にいたのは俺だった。はいはい、あの、これはディオが抜け裂く。あ、正解です。ちょっとレベル高いって。いやいや、なんで急だってこれ。ちょうどまず抜け裂くっていう名前も本当に2回か3回しか出てこない。これ2問目じゃないって。これ15問目だって。あ、本当ですか。え、これより難しいのがどんどん来んの。いいラインかなと思ってますよ。抜け裂く、これ結構いいとこいけてると思うよ。あ、抜け裂く、まあ、行こう。続いて、俺のそばに近寄るな。3部でしょこれ。ちょっとさ、そのセリフ言ったやつ結構いそうだもん。俺が今候補に挙げてんのは、はい、アブドゥルが生きてたみたいなところの偽物の、だからカメオだよね。カメオですね、うん、あのカメオ。いいですか。いいよ。違います。部だけ言って。5部です。いっぱいそんなこと言ってそうだけど、俺のそばに近寄るななんてさ、名台詞じゃなくない。いや、これはあのそのシチュエーションを考えるとすごく印象的なシーンですよ。これミスターミスターのどこですか。ずるくない。誰が言ったかを当てるだけでしょ。ミスターのどのシーンですか。だからミスターがあのシーン。まずミスターかだけ言って。ミスターではありません。違うんかい。しかも違うんかい。ちょっと答え言ってみて、どのぐらいのが出ているかを確認のため。ディアボロ。ディアボロがのどこ。一番最後に、最後の何回も死を繰り返すのが怖くなって、俺のそばに近寄るな。でバンって終わりますから。印象的なシーンじゃないですか。ミスターもどっかで言ってない。確かに言ってそう。あとカメオも言ってない。ちょっと調べてきます。確かにカメオも、カメオの時に言ってた。あのシーンであったっぽいよね。確かに言ってますよね。姉ちゃん、明日って今さ、こういうのだよ、問題って。これはいい。ここ。正解です。これは。明日やるさ。あんたいつやんのよ。明日って、いつやんのよ。いじめられるのが怖いの。勇気出せない方が怖いんじゃない。ブラフォードとタルカスのね、戦いの時に。あそこの狭いとこ通れるのは少年しかいない。でもこの少年に頼むことはできない。僕がやらなきゃやられてしまう。姉ちゃん、明日って今さ。なんだよ、俺に近寄るな。マジなんだよ。あれ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 、アリーベデルチ。ありがとうございます。ブチャラティ。正解です。これでね、うん、イタリアにロケ行った時やっぱアリーベデルチって言ったもん。イタリア料理店の食レポでもアリーベデルチ言ったし、ディモルート美味しいねって言ってもらえるので、じゃあディモルートって使わないよって言われた。あ、そうですね。非常にみたいな、とてもみたいな、とてもみたいな、なんか違う言葉使うんだよって言われたんだけど、もうジョジョで覚えてるからもうそっちの正しいのは覚える気なかった。ボラ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 レビーヤ。ボラ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 ベビーヤ。え、ちょっと待って、全然思い出せないんだけど。ブチャラティ。違います。正解お願いします。ナランチャ。ナランチャ、あ、エアロスミスで。エアロスミスで言ってる。はい、あの、どこで。下のやつ何でしたっけ。あー、トーキングヘッズ。トーキングヘッズ。はー、いけたね、これはいけたわ。ちょっとこれ、はい、言い訳させてもらうけど、はい、ジョジョめちゃくちゃ好きだけど、もう5、6年読み返してないからね。あー、僕もです。僕もです。よく問題作れたね。続いてこちら。スタンド使いはスタンド使いに惹かれ合う。
これはだから3部なんですけど、っていうか全部のとこで3部だけじゃなくても行ってそうだもん。4部で広瀬くんも行ってると思う。で一番最初に言ったのアブドゥル、ね、違う、ジョセフ、4部です。これが一番最初に出てきたの。空城城太郎、広瀬光一、違います。一番最初にこの設定、あ、そうなんだって言ったのはもうあるキャラなんですけど、はい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 、奥安、違います。慶長、違います。西村慶長お兄ちゃんの方、あのギターのやつ名前なんだっけ、音石明、そいつじゃないです。あの写真のおじいちゃん、あのお父さんですか。お父さんじゃないです。平吉影、違います。じゃあいい問題でしたね。いい問題だね。でもいろんなところで出てくるからね、この子。一番最初に言った人ですか。ちょっと正解お願いします、答えはあのサーフィスの狭間だ。ああ、人形のね。はい、人形の。はあ、本当？本当本当です。3部に出てたらもう俺じゃないからね。あれだから、ね。確認したの、ね？確認しました。もう5年以上読んでないけど。読んでないですけど。5年前に確認してるってこと。5年前に、はい、記憶の中ではそうなってます。じゃあこれもいいセリフですよ。こちら。やった、間に合った、運命に勝った。これ最後のローリングストーンのとこ。ああ、じゃないですね。あのデスマスクみたいなところ、ね。あ、そうじゃないです。四部？広瀬光一。違います。四部ですね。なんか運命に勝ったみたいな可愛い感じのセリフ、広瀬光一以外に言う人いる？もう一人います、ね。あの女の子だ、髪の。山岸さん。あ、山岸由加子。じゃないです。まずだって常識は言わないじゃん、こんな言い回し。そうですね、うん、で奥安も言うタイプじゃないじゃん。そうですね。分かった、はい、分かった。あの子供だ、あのストレイキャッツの猫草のあの子供。ちょっと待って、一文字思い出せればな。ちょっと一文字ちょうだい。か、川尻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 工作が嫌いを仕掛けたもん ね、 そうですね、になるんだよね、はい。その息子ですね。息子、川尻、川尻、俺恥ずかしいな、助手付けって言えなくない？これ川尻、はい、川尻、隼人、隼人、いい問題、そういうことよ何あの、俺に近寄るなマジムカついてくるわ、俺に近寄るな。あれが早かったんですかね。あ、これはすごくもう名台詞だと思ってるんですけど、ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わってるんだ。これを言ってるのはプロシュート。あ、正解。プロシュートとペッシュね。正解、はいはい、兄貴の話ね、プロシュート兄貴、はいはい、これすごくいいセリフじゃないですか。これはすごい覚えてる。この牛乳、蓋のここのとこが、これ名言？蓋のここのとこが破れてるわよ。これ名言？印象的じゃないですか。ドキッとしますね。わかった、ジョウスケのお母さんだ。あ、すごい、正解。そう、ジョウスケのお母さんで、あのアクアネックレスのスタンドでお父さんがそれで死んじゃっての。そうそうそう。お母さんの名前出てくるっけ？出てきます。ちょっと教えてもらって。あのおじいさんがよく呼んでます。なんとかなんとか。なんて呼んでるの？東方智子。ああ、智子ね、智子って言ってますね、はい、いい問題これ名言というかすごく耳に残ってます。チュミミミミン、はいはいはい、ラバーズ。ああ惜しいですね。違いますね。カブトムシとクワガタかなんかのこれ出てくるやつだ。3部なのよ、それは間違いない。そうなると女帝だ、海の中ので、歯をババババババってやられる女帝。あれは女帝じゃないんですよ、女教帝、女教皇。女教皇だが正解。違います。あって二度と言うなよ俺に近づくな答えは欲しいんですよ。これが女帝なんですよ。ここに、あ、コブができてジョセフにあれで挟み撃ちするやつだ。でっかくなっていく、はいはい、チュミミミミ、ね、これ本当のジョジョ好き見てたらまあ俺も本当のジョジョ好きだけどなんで小沢答えられないのって思うんだろうねでもまあ5年ぶりですもんね。8増えたお、ちょっとだけ噛んで忘れてたガムがこんなところにくっついていた。もうシーンも思い浮かぶ。これすごく印象的なシーンですね。これ人によるよなんで俺で印象的なの決めてるの4部です。4部、ちょっと、あ、分かった、はい、これこそ奥安。
ね。違います。どの戦い？まあ、合間ですね。ちょうど合間。ちょっと楽しい回もあるじゃないですか。誰の時？丈介と奥安は行って、誰かと会った時です。それが、あ、しげち。あ、違います。しげちね。これ名言じゃないって、マジでこれ当てれるだけ大したもんだよ、今。まあ、ヒントもらったけども。大切なのは真実に向かおうとする意志だと思っている。もちろんわかる。でも普通このジョジョクイズやるんなら、ジョジョの名言クイズやるんなら、お前は今まで食べたパンの枚数絶対入れなきゃダメじゃない。いや、それ絶対知ってるじゃないですかって。いや、俺本気で俺と戦ってる。いや、そうそう、わかんない。いや、見てる人に対してジョジョの魅力を伝えるんだから、わかりやすいジョジョの名言とか、あとそこに痺れる憧れるとかさ、これはもうでも全部のシリーズで使われてるんですよね、この手のことはね。そうですね。これは一瞬これね、ジョルノと思わせてるんですよ。だけどアバッキオです。今にも泣き出しそうな空の下みたいな、今にも落ちてきそうな空の下で、ね、のもう一人の刑事。正解、ね、これはすごいですね。これは分かりましたよ。これは名言だもん。これはすごいですね。そうです、うん、相棒の刑事ね。そうです、アバッキオの相棒の刑事、はい、あ、これ気持ちよく終わりましたね。気持ち、もう本当俺に近づくのだけマジ嫌だからね。いいでしょう。じゃあ最後にジョジョの都市伝説。あ、ジョジョの都市伝説ね。ジョジョの奇妙な冒険、長いシリーズ。もう最初の方は外国人が主人公の漫画、ジャンプではまだなかった。なんか主人公の名前どうしよう。だから例えば主人公結局ジョジョになったんだけど、例えば DD とかチャチャとか名前2個つなげたいってなってたの、響きをね。その時の荒木先生が編集者の人と打ち合わせしてたのがファミリーレストランのジョナサンだったから、ジョナサン・ジョースターになったんです。それでジョジョにしようと。信じるか信じないか、シグエシャに聞いて。